皆さんこんにちは、藤です。今回はですね、蔵前と浅草のエリアに来ております。まあいつも通りゆるりとですね散策していこうと思ってるんですけども、今回もお友達と一緒に回りたいと思っております。でその友達なんですけども、大学の同級生で女の子なんですけど もうめちゃくちゃおしゃれな友達なので、ぜひちょっと一緒に回りながらその子の服装とかも含めて一緒にご紹介できたらなと思っております。それではですね、動画の方を見ていただいてぜひ参考にしていただければと思います。どうぞ。やっほー。お待たせしました。あ、ひなちんです。
いやスカイツリーとの相性はひなちんの方が全然いいでしょ。浅草って感じですね。いや全然。たけど闇に紛れてる。ジグロだし。でもやっぱいいね、久々に。ねえ、ほんと日本っていいなって思うよね。なんかこういう感じのとこ来るとさ、なんか改めて京都とかなんかちゃんと行ってみたいもんね、また。本当にそう。めっちゃ来る、めっちゃ来る。明らかに浅草にいる人じゃない。え？浅草にいる人じゃない。浅草にいない人？